あ、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。マイクこう、モルティアさんはもうちょっとマイクを。今回赤間さんとリミットさんが。サルを食べる、サル、サル、サルを食べる。あ、あ、セクハラっすか。セクハラ？ダブルキル。セクハラ？どこに？ウハラ？ウハラ？セクハラ。どこどこセクハラ用で。セクハラしたから、ちょっとつろ。やあ、諸君こんばんは。アコーだよ。本日はしゃべるサルさん主催のアマンガース交流イベント近接 VC つけてわちゃがや村で遊んできたよ。久々のアマンガースだからワクワクが止まらなかったな。近接 VC のモッドを入れているから近くにいる人とマップ上で会話ができるんだ。まあ見てて、小生最強だから。シャセルさんセクハラ？初手セクハラ。初手セクハラ罪でするな、話変わってくるよ。初手セクハラ安定か。さて、キルクールタイム潰ししよっかな。え、ま、まだまだこれ読み合い始まってるっすね。あ、読み合い始まってる。これもう始まってる。殺そうとした時に押したい、できれば。殺そうとした。刹那の見切り。うらっ。えぐ。キルクールタイム潰したな、一気に。いや、素晴らしい。オラーオラーとか言ってなんか、どうやって誰か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 俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。サルさん、やばい。今、電気室いた、電気室一人ぼっち。サルさん、やばい。やめて、そこで面白いから俺って言うのやめよう。面白そうだからサルさんって言おうかなって悩まないで。一旦サルに。違う違う、やめて、ゲーム出してよ。これちょっと悩むな。これどっち入れて、どっちこうスキップかさるか。スキップスキップ、一択スキップ一択だ。誰も知ってない。迷うなら、あ、なんで一票。誰だこれ、誰だ。危ない。誰だ。守るディアンさんだな。誰だ、守るディアンだ。あれだろうな。あ、でもあれか、みんなスキップをした人。これでまあキルクールタイムが一気に潰れたので、でっかいっすね。でっかいなこれマジで。あー、音ゲーだ。これ苦手なんだよな。ブッピブッピ。今日まだ音ゲー一回も来てない。これ嫌い。ブッピピピブッピピピブッ。よし、電気室に行かねばならぬ。めんどくさいよ、行きたくない。暗いし敵が湧いてくる。電気室から早く逃げろ。あシールドルームでポチポチやって、ナビゲーションまで歩いてこ。シールドルームでポチポチやって、あとは真ん中のボタン押すか。頼む、来い。あー、Maybe 誰か死んだよこれ。絶対誰か死んでるから。Maybe 誰か死んだよこれ。 Hey 誰か死んでるよ。あ、やってんね。何だ、酸素止まる。誰だこれ、インポスターだな。インポスターだなこれ。違ったな。今何人いる？ 1,2,3,4,5,6 人。2人以来。2人以来。さて、探すか。ポイントけ、いや、このカードのやつ何一生できん。これ早く、はい、ロケ。誰も見てないな。通信室誰も動いてない。いいっすよ。はーい。取った。でしょ。ちょっと情報を取るのが遅かった。いや、何が。さんじゃね。ね、なんで何が。死体時通信室です。通信室出ました。自分も俺ずっとカメラ見てた。あ、見てた。本当にいつ。いや、ずっとあのカメラ光ってた、うん、警告音鳴ってる時もずっと見てたし。何してんの本当に。逆に何をしてんだよ。
直前にじゃあ目離してたのさっきまで。難しすぎるな。でなかったよねさっきアドミンの時。ゲーム。あの外したりつけたり外したりつけたり。ああそういうことか。はいはい。それだったら。見てたらそうそう背中怖いから。でもさ猿さんとと。何だって猿さんと猿さんと猿さんと年一緒にいた年一緒にいた結構前だったよそれ。いや嘘つくな本当に本当に本当にあれ無理無理無理信じられんごめん。いやいやいや信じられんいやごめんごめんごめん俺の海を見てみろって。ちなみにみんなどういう風に動いてたの一応聞くととりあえずずっとタスク終わらしねに行ってカメラを見てた俺は。タスクどういうルートで行ってた。タスクは、まず最初にウェポンルーム行って、はいはい、で、あの、落ち葉拾って、はいはい、で、カードキーして、ドキドキですか。そうそう。で、セキュリティルームまでちょこ。あ、はいはいはい。報告します。初戦はタスク終わりまして、カフェテリアでボタンを押そうとしたタイミングで、O2になりました。同じく、アンプル回収して、デッドダー終わらせたら、たので向かってそしたら、その後保管停電になってあ停電じゃないドア閉められたから保管庫の中見て空いたタイミングで通信室行ったら通信室に下やり状況ね。アコーさんが見えてたかなギリギリ。うん管理室でウフォと一緒に通信室行って死体を確認してます。俺らもついていったよ。なんかサルさんと、うんあと2人ぐらいがね固まって動いてたカメラ見て。そうそうそう直近キルではないと思うんだよな。直近キルだとしたら俺がアコーさんに見られてるから、うん、即刷されるって終わりだからこれはどのタイミングかは分からない。だったらなおのことサルさんじゃね。いや俺じゃないよ。直近じゃないんだったらそうじゃない。O2 鳴らす前だと思うんだよね。いや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 ちょっとなすりつけてるな。ちなみにタスクみんなさあとどれぐらいで終わります。出ました。終わりました。終わった。もう本当にもうちょいこれ1個やね。なら最悪サルさんつってもすぐ終わるんじゃない。なんでだから。なんでだよ。とりあえずこれタスク勝ち目指しましょう。タスク勝ちでいいかなと思う。ではでは。さあビビってるなこれ。サルさん警戒で。なんでこれ。あんま殺せるうちに殺した方がいいよ。いや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 。おあぶねあぶね。あぶね。あんま証拠ないよまだ。なんやね。三票入ってるな。よしよし。サルさんめっちゃ人気者やん。本当だよ。三票はでかいな。ねえ激しい。さてさて。バラバラ。やっと来ない。やっぱプツプツしてるな。やばい。なんか通り過ぎ沢にすごいプツプツしてんだよ。なんかプツプツしてたな。キルクタイムリセットです。いやいいタイミング。ありがとうございます。どういたしまして。あ、誰だじゃないだろ。後ろから見てた感じ、サルさんは普通にタスクやってた。ちなみに。パッと見ね。パッと見だからな。真っ白で、パッと見やめ。なんでそんな、なんか俺の初期ってやばくない疑い値の。カフェ行ったから。日頃の行ってやつじゃない。いつも真っ白な心でみんなに接してんだけどな。真っ白な腹が、インポだったら、俺、死んでる。もう。ずっとサルさんと二人きりだったから。あとそこじゃない？じゃあ。なら無駄じゃない？俺らずっと同じとこに置いたよ。いや二人じゃまだだって。でもそこで固まってまだで白角出すってあれか。疑うよ。それだってうちも多分サルさんと二人きりの時とかあったから。優しいなみんな。
なんかみんな急に出れたな。じゃあ、なんだドキュメント。じゃあ、サルさん釣って。風邪いく、やめてやめて。風邪いく。一緒にいて殺されてないけど、サルさん釣って。あ、全然、なんか根拠全然、なんならもう、返納してくれてるのに。画面の向こうに見てる人はね、サルさん釣ってほしいっていうね。答えてあげなくていい、ね、答えてあげなくていい、そんなやつらの声なんて。そんなやつ、そんなやつら、そんなやつ、そうだよ、やるの大事な視聴者さんは。いいだろ、俺を殺そうと願ってるやつ。危ねえ。なんで残業なの。一旦包括外そうよ。いやかわいそう。言っときゃよかったか。かわいそうならやるな。かわいそう、そう誰だ、かわいそう。カメラを誰かが見てくれるんだったら、あそこで待機するのもありだけど。データ監視をしたところ。放課後みたいです。あ、びっくりした。ガラララタタタ。データ監視の人を監視してる今。ちなみにこれ2人がインポスターだったら俺は終わりだけど、まあもういいよ、タスク終わってし。あ、あれ、それだったら俺が総化してる時点で死んでる。いや、あれ今3人はあっちにも固まってんだよね。そう、3人向こうに固まってるから怪しいね。でもインポスター2人かはいるから、 あれあっちで1人死んだらもうあの2人なんだよね。そうそうそう、あっちで1人死んだら確定なんだよね。でこっちで1人死んだら確定なんだよね。ちょっと見てきます。はい、そして死んだ。見に行くのまずくないか、カメラ見ときます。わあ、びっくりした。あんこです。またやろ。えっとね、うほさん、うほさんと俺が一緒に歩いて死体見たから。おう。あ、できない。あの、どこどこどこ？あのね、場所はね、気持ち。保管庫の、保管庫通信室の。え？通信室側の、あ、保管庫行くところの境目。要はこの T 字のところってこと？いや、T 字じゃなくて T 字よりも手前、ね、保管庫側、通信室から保管庫側向かったところの入り口手前、はいはい、ちょうどね、ドアあるらへん、保管庫の中で死んでたこと。そうそうそう、あの、ドアまたいでる感じ。しらしらしいな、殺したくせに。いや、殺してないでしょ。見えんかったし、そこらへん今。正直、こっち視点だと俺とアコウさんとハルさんが一緒にいたから、うん、そうそう、中、うん、あ、これでアコウさんがワンチャンあるかなっていうぐらい。いや、無理でしょ、ね、初世はセキュリティールームで、ね、またカメラ見てる。そうそう、だから要は3人いたからこっちやってなくて、ここは白角で見ていいと思う。ここそうだね、このキルじゃ無理じゃない、うん、このキルに関しては白角。まあ、うん、そうやね、白角だからインポスターがもし一人だけの行動だったらあれやけど、うん、そうそう、まあまあ、だから要は全員白、このキルに関してだけだ、そうそう、3人は一旦白だから残り3人が、そう、怪しい、1人はいるねっていう、俺らの視点側、はい、3人が全員保管庫側から来てんのを 見てんだよね。そうなんだよね。そうだね、俺見えてなかったんだよね、死体が。でもちなみに最終カメラでちょこっと見たときはサルさんとマモさんが通信室だったっけ、じゃあ管理室ぐらいの方でどことか歩いてるが見とったから。誰か最後原子炉側入ってった人誰ですか？一番最後原子炉入ってった人いなかった？右と左で言って一番左側、右側だね、一番左行ってない俺、行ってない、最後電気室だったね。左側行った、モルティアンさんが左側行ってたってことは、ね、あー、okay、左側タスク探しに行ってた、電気つけてから左行った。あー、初生目線ジュリアさんが保管庫からカフェテリアに上がっていくのをカメラで見てるので、はい、あー、いつでもね、レポートがなるちょっと前なんだよね。あー、でもそれ結構難しい、ね、だってうち電あの停電したじゃん、でその時一回電気室まで行って、うん、で、うん、あのみんな行って直し終わってて、
そっから保管からカフェに行ったから、からちょうど右側見れてないんだよね。あ、なるほどね。じゃあ、真ん中に障害物あるかな。そうそう。まあでもそうやね。ああ、これが、例えば、停電起こして、フルして、電気室で直して、カフェテリア行ってる可能性もある。嫌だと思うできる。ちょっといっぱいスキップ。やってるとしたら停電時かな。そう、やってるとしたら停電時にジュリアさんがやってるか、マモルシャンが。何あとでちょっと一回話し合うか。ナンパや。うわぁ、サルさん、うわぁ、セクハラ、キャー話し合うことがあるかもしれん、もう。ないない。あるあるある。作戦会議をしようじゃないか。とりあえず猿さんを釣っといて。今んとこは個人的に怪しいので一番怪しいのジュリアさんなんだよな。あでもわかる、あのね見えてないんだよね。スコってないし誰が。スコってないの守るキャンさんじゃない。だってうちだって猿さんと一緒にいたりとか結構してるよ。そうでもインポスターが2人おるからね。そうそうそう。とそうそう。猿さんと2人か。とりあえずここに怖い怖いなあっちはある正直上見てきます。え上かしゃー見たぞはい、2人確定です。サルさんとジュリアさんです。そうだね。あ、合ってたよ。じゃあダブルキル狙ってましたね。とりあえず一旦サルさん報告しよう。はい、サルさん報告で。待って待って、俺も今見た方なんだけど。あれ、あのタイミングでダブルキルを狙えばインポスターが勝利だったんで、小生を殺せば勝ちだったんで、サルさんがキルを小生できなかっただけですね。俺ね、来た時にはもうキルされてたからね。一瞬、ほんまに直前見ただけなんだけど。え？だから多分ジュリアちゃんが先キルして、サルさんがほんまアコさんをもう殺さなきゃいけないところだけどちょっと遅れてアコさんの、しょせ通報連打してたからずっとサルさんからでいいですか。俺、状況は迷ってない、まだ確定なのはジュリアさん。ジュリアちゃんに入れた。うん。だってジュリアちゃん殺したも目の前で。あ、オッケー。マモルさんどこ入れました？誰？ないよ。あ、マモル誰とも会ってない。あ、違う違う。誰に誰に入れた？投票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 誰入れました？マジで今いつでも俺？マモル。で？多分サルさん、多分サルさん。サルさん。でもサルさんに入れてる。俺ティアンさんはずっと入れてる俺に。ナッチさんどっち入れました？だよ。俺一旦サルさん入れた。あ、オッケー、じゃあサルさんで合わせます。なんでなんで俺なの？これでサルさんじゃなかったらマジで意味わからないから。一旦終わる、一旦終わる。どっちにしろ。なかったからどっちにしろ。よっしゃー。よしよしよしよっしゃー。12秒にゃー。多分なるよね。ああ、クールタイムより先に。でもね、一人キルされても勝てるんだよね。勝てる勝てる。あ、やめてほしい、それがすごく困る。あ、よし、いけ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 、走れ走れ、いけ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 、コーナリングで差をつけろ、コーナリングで差をつけろ。なんか閉じ込められた。ああ、開けろ。よっしゃ、よし、よし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 、もう猿これじゃあ猿さん通報で、もう猿さんの重り無理だよじゃあじゃあジュリアさん通報でこれで終わりです無理だよ猿さんの重りダブルキル失敗だったないや、あれダブルキルできたらよかったねっていう感じ。このためにお前上ついてきたんじゃないのかこの野郎絶対投票入れてやるかんなイエーイ、GG というわけで本日の動画はここまで。
最後までご視聴いただきありがとうございました。シューレーターアリゲーター、またね。バイバイ。